後ろ攻め北の2人、3番の伊藤塚さ、約3年ぶりの立川バンク、6番の片岡範明がつけて、北の2人がやや動いていきまして、赤番のホームです。ぐんとスピードを上げて3番の伊藤塚さ、残り2周で先頭に変わりますが、内5番の古賀克弘が抵抗して、5番の古賀インから3番の伊藤を出させません。6番の片岡がすでに3番伊藤とは切れまして、残り1周半上越連携虎視眈々です。5番の古賀が先頭ペースをつかんだまま、1番の畑中が3番の伊藤を阻みまして、4番の小林博俊続きます。外並走が続いた3番の伊藤司、反撃なるかどうか。しかし交代、内からスルッと吉松健二と佐野滝を上越連携 4,5 番手となりまして、ここへ切り替えていた6番の片岡範明6番手です。さあ前は先頭5番小川勝弘マイペース、後ろ1番畑中つけて4番小林博俊、この3者のライン、4、5番手吉松健二と佐野滝を上越勢まくり追い込みです。先頭5番の古賀直線に向いて、2番の吉松が縦発揮ですが、2着争いだ、古賀克弘ゴールイン。2着は1番の畑中と、追い込んだ2番吉松健二で接戦でした。